はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第46回になります。この番組は、大阪の南森町にある、日帰り店長によるイベント型カフェバー、週刊マガりにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる、映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています、代表の原口です。 マリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、今回まずお便りが届いておりまして、<お>いただいたお便り、匿名希望の方からお便りいただいております。いつも楽しく拝聴しております。私の2021年ベスト映画はドライブ・マイ・カーです。ドライブ・マイ・カーはラストシーンが意味がわからないと言われる方が多く、あまり評判が良くないと聞きました。 男性がいなくても異国で1人で生活できる女性の描き方に私はあの韓国のシーンは女性の自立日本的な男性中心社会からの解放と感じました家服はどこまでも自分の作品世界の中に閉じこもってしまっているけど美咲は自分の力でその枠から出ていったように感じました個人的にはこの作品は至らないところがあっても女性映画としてかなり善戦していると感じました皆さんははこのラストは どう思いましたかというふうにいただいておりますありがとうございますありがとうございますいいですねちょっとあの遅れてでもベストの映画のお便りいただけるのもすごく嬉しいですありがとうございます、うんはい、ちょうどですね今日ドライブマイカーの記事でタイムリーな記事を見つけてたのでちょっとだけ引用させてもらえたらと思うんですけどえっと現代ビジネスの記事で 記事のタイトルが「今弱さでしか男を描けない村上春樹原作でカンヌ脚本賞受賞の濱口隆介監督が語ると」とっていうので男性と女性の不均衡は自覚的に描いてたっていうのは濱口監督が発言されてて「あやっぱそうだったんですね」ですよねっていう感じだったんですよね「あのうん、ドライブ・マイ・カー」の時に男女の不均衡ある話ですよねっていう話はちょっとだけあって。 その中で特に印象的な記事の中のくだりがあって、女性を描くときには社会の圧を跳ね返すようなある種の強さまでたどり着くよう自分に課しているところがあります。一方で、男性を描いていても社会的な問題にたどり着かない。当人の内面の問題に終始しがちです。それは男性が社会構造に保護されているからです。現時点で男性を描く場合にリアリティを持ってできたのが弱さを認めるということでしたと。うん。 うん、ま、まさに、うん、なんかおっしゃられてる通りというか、やっぱ、なんかそういう不均衡な話なんじゃないかなっていうのを、ちゃんとそのあたりまで、射程を踏まえた上で取ってはったんだなっていうのが、すごく画点がいって、まあ、今回いただいたお便りでも、やっぱそこに着目される方多いんだなっていうのは改めて思いましたね。うん。うん、ラストの解釈って前話しましたっけ <laughs> 韓国行った時の。わー、まあ、韓国で、まあ、そうですね、まあ。 うん、確かにやっぱり開かれたラストっていうふうには、まあうん、話はなんかちらっとしたような記憶はありますけど韓国で買い物を帰りであの犬がいてで家福がどこに来るんだろうっていうとこやね、うん、僕はやっぱりラストを男女意識せずには見てたんですけどやっぱりあれは自立というか自分の足で立つっていう感じのあるラストでそこはやっぱ気持ちよさありますよねそこによりその男性、うん、女性っていう意味を見出して 捉えられる方がいてもおかしくないラストだったかなとは思ったりしてますね。うん、はい。そうですね。うん。どうします賞ーレースやばいですよ。だいぶ前か。ねえ。ねえ。いや、すごいっすね。うん。アカデミー賞どう入ってくるか。うん。うん、うん。あとは、ぼちぼちあの、組合賞が発表されると思うんですけど、うんうん、各監督組合賞とか、俳優の組合賞とか。 まあその組合賞とかで本格的に作品賞とかにノミネートされると、いよいよ本ちゃんの作品賞も硬いんじゃないかなっていう気がしてきますね。うんうん。うん、そうやな。だから国際長編の方はいくだろうからね。本ちゃんが、ね、どこまで食い込もうか、うんうんうん。そうですね。まあ、あまり期待せずに <laughs> 見守っていく感じでそうそう。う <laughs> こういうのやっぱ期待しすぎない方がいいなというか、楽しみですけどすごく。はい。うん。特命希望さんありがとうございました。 ありがとうございます。はい,ますはい。じゃあ、えっと、我々の近況をちょっと触れていこうかと思うんですけども、前田さんが少し遅れてますので、我々でオープニングトーク話ししながら、前田さんの参加を待ちたいなと思います。えっと、では、マリオンさん、最近いかがな感じですかえっと、僕は、あの、山口さんがおすすめしてくれてたパリテキサスを映画館で見に行きました。<laughs> はい。はい もう、ちょうど本当にいいタイミングであったので、もうこれは行くしかないと、って言ったんですけど、はいはい、もうやっぱめちゃくちゃ好きでしたね。いやーよかった。もう本当ドライブ・マイ・カーの延長線上にあるような映画というか、うん、もう同じような文脈で本当見ちゃうような映画でしたね、本当に。うん、荒野っていうのが本当断絶した世界の象徴みたいな感じだし、うん、本当みんな不確かな何かを信じずにはいられなくてっていう、うん、その辺のやりとりとかがすごく面白いし、うん で、他者に対して傲慢なところもあるじゃないかみたいなのをちらっとなんか前も言ってたような気がするんですけど、なんかそういった面も含めて、うん、あなんかコミュニケーションってこういうことだよなっていうのがすごくよく出てて、うん、もうなんか見事でしたね。うん、もうやっぱ何よりやっぱこう、ガラス越しで話すシーンって、はい、それだけでもなんかコミュニケーションのなんかこう深いところまで触れる、しかも絵的にすごくわかりやすくて、もうたまんないですね。見事でしたね、本当に。 壁越しでお互いのこう目線がわからないみたいな状態で話してたりとか、あともうそもそも鏡になってるガラスから目を背けて話すとか、うん、で、そういう時に自分の本音みたいなのがちゃんと言えるみたいなのってすごくなんかわかるなというか、もうすごく感情を揺さぶられましたね。本当に。いやー、すごく良かったですね。<laughs> あのシーンはもう、 ドライブマイカーの車内のシーンですよね、やっぱり。<laughs> もうそうですよね。こう目線が合わないのになぜこう人はコミュニケーションが取れるのかみたいな、というかね。いや、すごく良かったっすね。<laughs> <laughs> <laughs> 前もちょっと言いましたけど、ビムベンタースって僕あんまり合わないかもなっと気がちょっとしてたんですよ。最初に見た映画が世界の果ての鼓動っていうのがあんまピンとこなかったので。いや、これめっちゃすごいっすね。やっぱ好きかもしれないっていう <laughs>。他のやつもちょっと、<laughs> 見に行きたいなと思いつつ、ね、今やってるので近くで。ちょっとどこまで見に行けるかわからないですけど、まあ、映画館で見れなくとも配信とかで見れたりしたら見たいなと思いました、本当あと、マクベスを見たんですけど、はい。ジョエル公演、公演兄弟の新作で、Apple TV Plus で14日から配信されるやつでしたけど、めちゃくちゃなんかすげえというか、なんと言うんですかね、ロバート・エガースのライトハウスみたいな映画というか、へー。 スタンダードサイズでモノクロっていうだけで、まあ、まずちょっとそれっぽいなって思うんですけど、うんうん、で、マクベスって、どんどん、いろんな罪の意識とか、権力とか、に溺れて、どんどん精神を病んでいくんですけど、その、なんか、どんどん精神を病んでいく感じとかも、やっぱりなんか、ライトハウスに通ずるような部分ってちょっとあるなとも思うし、うん、あと、ロバート・エガースで言うと、ウィッチのお父さんの役者さんとかも出たりして、はい なんか、ロバート・エガースにめっちゃ影響を受けてんじゃねみたいな <laughs>、まあちょっと安易な見方ですけど、そんな気がしてくるような感じでめちゃくちゃしかも、絵作りとかもめちゃくちゃもう、無駄のないシンプルな美しさみたいな感じでめちゃくちゃ綺麗で、見応えたっぷりのいい映画でした、これ。うん。うん。なんか、相変わらずいいとこ見てますね。いいとこ。まあ配信が始まっちゃうと映画館でやらないだろうなと思ったので、これは見ときたいなと思って、賞ーレースにも関わると思うので、 <laughs> 僕はそんな感じでした。はい。はい、えっと、僕はですね、あの、前の週末にちょっと告知させてもらってた兵庫県のスモトリオンにある映画館で少女怪奇レビュースターライトのデイビシリーズと劇場版を続けて上映するっていう日記上映イベントの運営のお手伝いをしてきた形でして、企画の部分でどうするかみたいなかなり入らせてもらってた上映企画でして、壇上に上がらせてもらって挨拶したりとか、 いろいろやってて、あの、つもとオリオンってワンスクリーンしかないめちゃめちゃちっちゃくて古い箱なんですよ。で、うん、少女歌劇レビュースタライトって歌劇、歌の劇をモチーフにしたアニメーションなので、音楽ってめちゃめちゃ大事なんですよ。絶対に大きい映画館に勝てないんですよ。音って。で、あの、あ例えば音圧みたいな部分で、絶対にも規模の勝負なわけですよね、そういうのってもう。でかければでかいほどいいわけで、うん スモトーリオンもとっくに半分休館したような映画館でもともと持ってる機材でやれることって本当限られてて、まっ当には勝負できないんですよね。で、うん、まあ何やってたかっていうと、もうとにかくお客さんとの接点を増やすっていうことがあって、告知の文章を僕は考えさせてもらってたりはしてたんですけど、僕なりにそのレビュースターライトのファンに刺さるような文句をどう訴えたらいいかとかっていうのを考えながらやってて、 まあ、正直僕よりレビュースターライト好きな人はこの日本には5万と言います。でも、上映する側にレビュースターライトのことは好きでやろうとしてる人ってまあまあそうそういないと思うんですよ。で、しかも、いっぱい映画やる中の一つとかではなくて、レビュースターライトしかやらない日なので、その日は。レビュースターライトのことだけを考えた宣伝文句でやると。で、映画館としてもそういうふうにやってたんですね。 で、当日は僕は、あの、キリンの着ぐるみを着ておったわけなんですね。<laughs> ね。はい、あ。写真拝見してたんですけど、<laughs> まさか着ぐるみ着てるとは思ってなかったので、ちょっと笑いましたね。はあ、まあ、ああの、キリンが出てくるアニメなんですよ。<laughs> 意味わからないと思うんですけどね。そうそう知らない人からしたら。<laughs> 知らない人には <laughs>、はあ。キリンがキーパーソンなんですよ。パーソンじゃないんですけど。あ<ー>で、ね このレビューサーライトっていう作品を上映する側がキリンという形をとってたっていうことが作品文脈的にどういうことかっていうのはファンならわかるんですよ。<laughs> <laughs> うん、で、わかってくださいねっていうのをやってたわけなんですよね、僕が。で、正直そのさっきも言った通り、でっかい映画館にはもう勝てないんです、スペックでは。で、じゃあもうお客さんと接するときに何を仕込めるかなんですよ。限られた要素映画館っていうものがあって、うん、場所があって、 その中で、まず一番飾れる要素って自分自身だなと思って、うん。<laughs> 要は、接点になる、接客する僕自身が文脈をまとってやるっていうことがすごい大事だなと思って。まあ、そうやってたんですよ。うん、で、あと、もうわざわざ、もう淡路島ですよ。もう、神経の人でも1時間2時間かけていく場所。しかも、東京の方から来てくださった方とかもいらっしゃって、わざわざですよ、<ー>本当に。もう半日かけて。 何万っていう交通費かけて来てもらってるその意味みたいなのに報いないといけないっていうのもあって、じゃあそれって映画流すだけじゃないですよねって。その映画を使って接客するってことだなと思って、まあ、やらせてもらってました。正直、あの、やりきれたかどうかはわかんないです。今回は反省点もいろいろあったりはしてて、本当に遠方から来てくれた人にやりたかったこと全部伝わったのかっていうのは、ちょっといろいろ思うとこはあったりはするんですけど、 とりあえず、まあ、やりきってきました。はい。まあ、なんかそういう思いで映画上映会とかもやらせてもらってて、ああ映画って見るのと同じぐらい上映するのも面白いんですよね。<laughs> へえいや結構なんか今映画の上映とかもだし、なんか自分で配給する人とかも結構いませんいますいます。<今>すごいっすよね。今なんか、別に配給会社じゃなくても配給する。まあ、そういうこと、グッチーズフリーズスクールってそういうと。 立ち位置の団体ですけどなんかそういうのがどんどん増えてきて、なんかこういう映画の楽しみ方があって、そういう輪があるんだっていうのは、なんかほんと最近になっていろいろ知ることが多いですよね、本当に。スモトリオン持ち込み企画、どんどんやってもらっていいと思うんで、あの、<laughs> <laughs> まあ、スモトリオンに直で連絡取ってもらってもいいですし、 この番組にお世えいただいて、仲介して、社員に話つなぐのもできますんで。あの、よかったら。<laughs> すげえ場所やな。<laughs> <laughs> そもそも僕が山口くんを知ったのが、ね、山口くんが淡路島にいた頃にガルパンをやってて、はい。その話題を、サンサン劇場のツイッターが取り上げてることをきっかけに出会ったので。そうでしたね。うん、はい。そう、サンサン劇場の中で、ガルパンオリオン、えって思って調べていた、たと追いついて。はい、衝撃たるや。 それは取材したくなるわけですよ。山口くんもうなんか、塚口三んさん劇場とか、スモートオリオンとか、あと最近だったエビスシネマとか、あと、姫路アースシネマとか、もうなんか兵庫県、ガルパンのちょっとした聖地みたいになってますからね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、そっか、エビスでもやってんねんやってますよ。そう、俺も最近あの、エビスシネマの存在を知って。うん。結構アニメやってます、あそこは。へー。 いやめちゃくちゃ面白いですからね。元暴力団事務所の映画館っていう。え、そうなの <laughs> なん<か>どんな場所でやってるんですね。元暴力団の事務所を映画館にするっていうクラウドファンディングとかやってて、えー。めちゃくちゃ面白いです。えー、え、待って、え、テキスとして出たの暴力団事務所って。え、あの、クラウドファンディングそういう名目でやってましたよ。ま、まじか。知らなかった。 いや、そこはね、面白で掴む感じはよく出せてますよね。そう。いや、もう、おってなりますもんね。うん、なんか面白いとこあるぞってなりますもん、うん、今の文言で、ねまあ。お蔵入りになってた、酒井の子さんが主演の作品があって、はい、それの舞台挨拶を大阪とエビズシネマでやるっていうのを見て初めて知ってんけど。はい。<laughs> うん。<laughs> まあ、なんかね、映画監督の方が運へ関われてるらしくて。そうそうそう。うん。うん まあね、丹波笹山でしたっけそうそう。だからね、うん、あの辺で確かいわゆる地方映画を撮ってた人がやってんね、うん、確か。うんうん、ほー、ね。まあその、これからの映画館運営っていう意味合いで、エビスシネマは面白いですよ。うんうん,うん。 スモトリオンもね。そうですね。はい、そうですね。まあまあま、あまあ兵庫県はね,ね。兵庫の南川と北川が頑張ってるっていう。まあ兵庫県には何よりも現在の映画館のあり方の最先端行ってる塚口三々劇場がありますから。うん。ほんとやっぱ、兵庫の映画館シーン楽しいですね、ほんとね。シネコンにはできないことが。うん。はい。まあ、ちょっと自分の話しすぎました。いえいえいえ。イ 花口さんは取材された映画を紹介してくださっているので、いつも。今回から最後に喋ってもらう形で、今回はどういう作品ですかえっと、まずは先週、明け方の若者たちっていうのを紹介した時に、1>, はい、1月4日から、えー、Amazon プライムビデオで、この作品のスピンオフ作品、ある夜彼女を明け方を思うっていうのがありますよって言ったんですけど、配信されて早速見まして、はい、どう ね、そもそも明け方の若者たちは、北村匠演じる、就職活動を泣いてもらった直後の僕っていう主人公が黒島由衣な演じる彼女に出会う恋愛青春物語なんですけれども、それのスピンオフであるある夜彼女は明け方を思うは、彼女の視点でのスピンオフストーリーですと。はい。で、この作品は彼女がとある男性に出会うとから始まりますと。 うん、その男性を演じるのがですね、若葉龍也。出た。<う>でね、若葉龍也って、まああの頃とかそうやったけど、ちょっとヘナッとしたらキャラクター性のもんが多かったもんですけど、今回はね、いわゆる外資系かの商社で働いてるビジネスマン。はい。ほー。普通の会社員の役を演じてます。はい、ほー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 。 で、まあ、そういう外資系を照者勤めてるから、難しい小説を読んだり、外国語の輸入された本とかを読んでて、それをタバコを吹かしながら読んだり捨てる佇まいがかっこよすぎるっていう。<laughs> 今回は若葉竜也が普通に成人男子としてかっこいいっていう。<laughs> それだけでも十分見る価値がある作品です。なるほど。 それが Amazon プレイムビデオで45分間ドラマになってるんで、おすすめとして明け方若者たちを見て、あるより彼女は明け方を思うを見ると、いろいろぼやっとしたことが完全版として見れますっていう。<ー>なるほど。ちょっとこれはおすすめです。<お>若者竜好きにはたまらん作品になってます。<laughs> <laughs> そして、今週末1月14日、公開作品から2作品をご紹介させていただきます。一つは、ポプランという作品です。これはですね、カメラを止めるあの、植田慎一郎監督。はい。そして、メランコリックの、皆川陽次さん主演。お,<ー>お<ー>なんかちょっと話題どころって感じですね。そうですよね。はい で、これがですね、そもそもこの作品をですね、映画実験レーベル、シネマラボっていうところで制作されてまして、はい。えー、オリジナル作品でちょっと思い切った実験的なことをやってる作品を配給していくっていう作品なんですけど、ウ、えー、田イ慎一郎監督が構想10年でようやく作れたっていう作品なんですけれども、構想10年 <laughs> 壮大ですね <laughs>。あの、内容を聞いたらわかるんですけど、なかなかこれ映画化にしようっていうのを押してくれるところがなかったんよなっていうアレなんですけど、でもはい。 いいんですね皆川洋次さん演じる主人公は、いわゆる漫画配信サービスで一旗上げた時代の長寿みたいな経営者。うん、で、その男性がある朝起きると、一物がなくなっていた。うん、はあ。男性の一物がなくなっていた。るはい、なるほど。はい。で、その一物は時速200キロで飛び回っていくと。うん、で、そう飛び回ってるのを6日以内に捕まえないと元へ戻らない。<laughs> おお。 で、その一物がどこにいるかっていうのは自分自身が知っていると。ほうほう。だから自分のそれまでの経験に寄り添って、どこに言えるんやだなっていうのを探していくと。まあ、ある種こう、決対な設定ではあるんですけども、ちょっと普遍的なことを描いたロードムービーとなっております。え、なんか、あれですかファルス的な話なんですかマチズモ的な話なんですか じゃないよ。結局、前が配信サービスっていうのを、オリジナルはやんねえ。過去の名作だけやったらええわっていうような社長やでから。<laughs> まあそんな方法に考えるってことは過去いろんなことがあったんやろうなっていう。そこを生産していくみたいな感じかな。なるほど。自分の過去というか、まあ自分のルーツを巡る話になっていくってことですね。そうそうそうで、いろんなね、ターニングポイントとかそこにね、責任の思いとかあるか、<ー>そこを辿っていったらどっかにおるかなっていう一物が いや、ま、あ確かにそら、10年もかかるというか <laughs>、ま、あ誰もそらなかなか手つけんわっていう設定ですけどね。うん、うん確かにね。ぶっ飛んだ設定なんですけど、実は普遍的なものが描いたいい作品となっております。なるほど。うん。で、あともう一つ話したいのが、台湾映画で無性。はい。という作品があります。はい。うん、これちょっと実はもうなんですけれども、台湾の南部で実際あったんですけど、いわゆる老学校。えっ、ー、と、こういうか喋れない子。はい。 声が出せない子で、実際に起きた性暴力事件を告発するっていう衝撃作品になってて。主人公の男の子がいて、その老学校へ転校したら、ちょっと偉いことが起きてて、それを解決するためのいろんな事件を描いている作品で。うんうん、結構ドキつい話ではあるんですけれども、 やはりその性暴行事件がなぜ起こったかっていうのをたどっていくと最終的にちょっと悲しい結末、切ない、やるせないことがあったっていうのを描いてますと。うん。なるほど。ちょっとかなり重い作品ではあるんですけど、非常に見応える作品ではあって、これを台湾の新人女性監督が描いてるっていうのが、またいろいろと考えさせられるなっていう。うん<ー>。どこが見どころですかまあ見どころだったけどその、なぜ事件が起こってしまったかっていうのを分かった時かなうん。うーん。 ちょっとね、なんだろう、見るの怖いですね、その題材は。うん。怖いけど、その事件が起こってしまったことの理由を知ると切ないなっていう。うーん。まあ、言いたかないけど、あるんだろうなとは思うんですよね、そういうのって。うん、うん。台湾映画もあんま知らなかったけど、えぐいとこ差し込んでいってますね。うん。ちょっと、えっていう事件をもろに描いてて、ちょっと見るのは辛いんですけど、本当に。うん、うん、なるほど。 普通に追ってたら、まあ、普通には見ないっすね <laughs>。怖いとこですよね。あの、手当海だとか、うん、はい。ポプランが新リりブルメダで大阪で上映されます。はい。まあ、はい、ミニシアーター系作品なんですけど、はい。そういった作品パを追いかけていきたいですので。はい。そんな感じですかね。はい。では、前田さんの参加が、遅れそうなので、始めますか。そうですね。うん、はい。では、テーマトークの方入っていきたいと思います。本日は、 スパイダーマンノーウェイホームです。はい。はい。では、マリオンさん、解説読んでもらっていいでしょうかはい。映画 .com から解説読ませていただきます。スパイダーマンホームカミング、スパイダーマンファーフロムホームに続く、マーベルシネマティックユニバースに属するスパイダーマンシリーズの第3弾。MCU 作品のアベンジャーズインフィニティウォー、アベンジャーズエンドゲームでも、スパイダーマンと共闘したベネディクト・カンバーバッチ演じるドクター・ストレンジが登場する。 前作でホログラム技術を武器に操るミステリオを倒したピーターだったが、ミステリオが残した映像をタブロイド紙のデイリービューグルが世界に公開したことで、ミステリオ殺害の容疑がかけられてしまった上、正体も暴かれてしまう。マスコミに騒ぎ立てられ、ピーターの生活は一変。身近な大切な人にも危険が及ぶことを恐れたピーターは、共にサノスと戦ったドクター・ストレンジに助力を求め、 魔術の力で自分がスパイダーマンの知られてない世界にしてほしいと頼むが、えー、サムライミ版スパイダーマンシリーズに登場したグリーンゴブリンやドッグオーク、マークウェブ版アメージングスパイダーマンシリーズのエレクトロなど過去のシリーズ作品から悪役たちが軸を超えて登場、それぞれウィレム・デ・フォー、アルフレッド・モリーナ、ジェイミー・フォックスら当時のキャストが再登板した。はい。はい、早速ネタバレありの話入っていきたいと思いますので、 この映画ご覧になることを考えられている方は、ぜひ見てから聞いていただけたらと思うんですけども。はい。じゃあもうこっからネタバレです。はい。まあね、はい、あの、<laughs> まずちょっと僕言っときたいことがあって、ネタバレ禁止って言いすぎて想像できちゃいますよ。わ、はい、<laughs> かるわかる。わかりますよ。もうほんと。なんかね。正直、ね、まあこんだけ過去作のヴィランが出るんだったら、そら、出るでしょ。 うん、アンドリュー・ガーフィールドも、うん、トビー・マグワイアも出るでしょっていうのは、うん、まあちょっと想像はしてましたけど、うん、まあいざ出たらもう劇場も完成というか、うん、もう声が漏れてましたよ、本当に。そのネタバレ禁止っていうことをどんどん言っていくと、輪郭がどんどんはっきりしていくんですよね。逆にね。<laughs> もう、このネタバレの部分以外全部見えてるから、うん もうこの話しか残ってないじゃんってなっていくっていうのがあって。だから僕、いつもみたいに触りの感想をちょっと入れたくなくって、もういきなりネタバレの話入りたかったんですよ。この話はもうネタバレなしで見た方がいいです。とかも言いたくなくって <laughs>。はい。もうそれ言ったら、ああ、じゃあ、はいはいはいってね、察しのいい人は分かっちゃうわけなので、まあまあ、もうそういうのはなしにして、 いきなりネタバレの話でいきたいなと思いまして。はいはい、じゃあもうこっから、なるほど。触りの感想の話、入っていけたらと思うんですけど、<laughs> 原口さんは、あの、まあ、今回、スパイダーマン映画が初めてっていうことで、はい、でまあ、もう、ノーガードでいったっていうことですけどね。ね,、はい、ね <laughs> で今回、これに関しては、さすがに、知らないのはちょっと無理な内容だったかなって気も <laughs>。<laughs> うん、ね。あの、そもそも MCU はエターナルズについて初めてで、うん、<laughs> スパイド、<laughs> まあまあもう初めてでっていう。うん、だからちょっと収録前にマリオンさんにちょっと、あれはどういうことなのかったそもそもは聞きながら、で、整理したんですけど。うんうん、なるほどね。<laughs> まあ、そら、喜ぶね、みんなって思って。そうなんですよ。なるほど、そうなんですよ。そういうことなんですよね。<laughs> うん、はい。 いや、でも、撮ってから言うても、最大ね、俳優がもう年数経ってるわけやからさ、うんうん、頑張ったなって思う。うんうん、まあ、アドリガフィタを割り返しても、うんうん、ああ、なんか年季感じてたわけよ、ね、やっぱり。そうですね。まあ、そこは、あえてのロートル感も出せますけどね。うん、そうですね。そこはやっぱ、こう、年季入ってる方が逆にやっぱね。うん、うん。はい。じゃあ、マリオンさんは、どうでした まあ、直前に予習こそはしませんでしたけど、劇場でちゃんとサムライビーバンスパイダーマン全部見てるし、うん、アンドリュー・ガーフィールドのアメージング・スパイダーマンシリーズも当然のごとく映画館で見てて、で、まあ、トム・ハランド・版ももちろん見ててっていう、うん、まあそういう身からするともう、こんなことよくやったなというか、うん、<laughs> やっぱなりますし、 で、ちょっと僕危惧してたのが、まあいわゆるそういう過去作品のヴィランとか、うん、まあスパイダーマンが登場しますよみたいな、そうい,ういわゆるちょっとサプライズ要素だけで持っていくみたいな。うん、まあいわゆるちょっとびっくり箱的な。うん、なんかそれだけの映画だったらちょっと嫌だなって思ってたんですけど、うん、けどやっぱり過去作のスパイダーマンたちが出るっていうことにすごく意味のある作品だったっていうのがやっぱすごく僕にとっては良かったことで。うん 今までスパイダーマンという作品でこんなにこういろいろ彼にすごくいろいろな十字架を背負わせるような展開が多かった中でそれをなんかスパイダーマン人生を考え深く思いつつもそれを解きほぐしていく話としてすごく僕は見事にできてる話だなと思ってこれはもう奇跡的やなというふうに思いました本当に、うん、まあそんな感じですねはいはい前田さんが入られました前田さんお疲れ様ですお疲れ様ですはいじゃあ前田さんの ネタバレ込みのわりの感想を伺いたいんですけども。えっと、ネタバレ、まあ、込みというか、これ2022年1位じゃないですか。1>, <laughs> <laughs> 1位確定してしまったなって思いましたね。見たときにあ。前田さんはね、うん、あの、スパイダーマンシリーズを直前に見たところっていう圧倒的なアドバンテージがありますからね、今。<laughs> いや、そうなんですよ。もうね、ロッキーの時と同じ 感じでしたね。もう、やっぱり毎日毎日見てると、はい、本当に、あの、スパイダーマンの新作っていうよりも、はい。もうずっと一人の人間の人生を見てきたみたいな気持ちになるんですよ。うん。その、本当に集大成といってふさわしい内容だったんで、うん。いや、本当に、これぞ映画体験っていう感じでしたね。はい。じゃあ、僕の感想なんですけど、 実はね、僕もあんまりスパイダーマンの映画見てないんですよね、実は。<ー>サムライミ版を1、2だけ見て、3見てなくて、マークウェブ版も見てないんですよ。で、<ー>ちょっと今回、全力で乗っかるには、自分の中の文脈が足りてなかった気はしてます。あのー、思ってたよりも、あのー、身内映画感は感じました。<laughs> ん<ー>うん。やっぱハイコンテクストというか、分かってるよねで物語がガンガン進んでいく感じはあって、 で、うん、これは見てた方が絶対面白かったと思うんですけど、ただ情報としては知ってるので、うん、そうだよね、そうだよねっていうところはやっぱ面白かったですし、うん、退屈することはなかったですよね。うん。あと、ま、スパイダーマンっていう物語をこれまでにやってきた実写版映画スパイダーマンの過去物語が生産していくって感じですかね。うん。うん、ま、それを焼くのにマルチバース設定ってすごい使いやすい設定だなと思いますし、 まあそこに観客だけが感じれるエモーションがあったりするわけですよね。うん、そこはやっぱ良かったなと思いますし。すね、あと、僕やっぱジョン・ワッツ文脈で、ジョン・ワッツ映画だよねっていうのはめちゃくちゃ思いながら見てたんですよね。うん、スパイダーマン以前の映画で言うと、クラウンとコップカーですけど、クラウンらしいコップカーだよなと思って、というかもうめちゃくちゃジョン・ワッツ文脈映画。 スパイダーマン文脈映画だし、うん、ジョン・オッツ文脈映画だなと思いました。はい。じゃあそんな感じで具体的にいこうかと思うんですけども、まあ、あの、喋るとこは多いですよ。本当に。<laughs> いや、もう、ね、やっぱ最初のスパイダーマン一作目からすごく月日経ってますけど、はい、よくみんな出てくれたねっていうとこですよね、うん、まずね。いや、もう、トビー・マグワイアにしろ、ウィレム・デ・フォーにしろ。うん、結構ウィレム・デ・フォーががっつり今回の敵役として、グリーン・ゴブリンとしても、うん 映画を支配してたっていうのは結構びっくりしたんですよね。うん、なんならなんかこう、見た目 CG で声だけとかっていう可能性も全然あったんじゃないかなって思ったんですけど、がっつりそのまま出てきて、もうものすごい書き乱して <laughs>、最後までっていう。もうあのちょっと、グリーンゴブリーの時のウィレムデフォーの笑顔を見て、ああ、これもめっちゃ見たことあるって気持ちになりましたね、本当ね。うん、懐かしかったですね。やっぱ立ち位置がバットマンに対するジョーカーだから因縁の濃さが圧倒的なんですよね <laughs>。そうそうそう。うん、もうほんとそうでしたね。<laughs> 仮面捨てたじゃないですか、途中で。うん。もう、ウィレム・デフォー元々でグリーン・ゴブリンより顔怖いぜっていう <laughs>。<laughs> そうそうそう。怖いですよね、本当。まあ、あの、ちょっと細かいとこから行くと、ドクター・ストレンジとスパイダーマンがアイテム取り合って戦うとこがめちゃくちゃ面白くって、うんうん、まあ、ドクター・ストレンジってマーベル世界でもトップクラスのインチキキャラなんですよね。<laughs> 物理法則を操れるので。あ <laughs> まあ魔法なんてね、そうですね、うん。ただ、あの、反応速度は人間なんですよね、やっぱり。そこに付け込む隙があるというか、まず戦いが面白すぎるんですよ。世界そのものを自由自在に操れる人間と、縦横、縦横無尽に動き回る人間のアクションシーンって、これ以上何ぐらい噛み合ってたなと思ったんですよね。うん やっぱ、スパイダーマンって、重力に抗って飛ぶのではなくて、重力を使って動き回るわけじゃないですか。うん、そこがね、あの、どんだけ天地がひっくり返ろうが、器用に飛び回るっていうのが、すごく気持ちいいなと思うし、やっぱラストの決着がかっこよすぎるなと思って、<laughs> あの、魔法より強いもの、数学だって言って、あれ、すごいかっこいい結論じゃないですか、その、<laughs> そう 物理法則をもう何とでもねじ曲げれる存在なわけですよね、ドクターストレンジって。それに対して、物理学よりももっと純粋な自然科学の結晶である数学が勝つって、こんな綺麗な着地ないなと思って。<laughs> あ、なるほどね、と。すごい、なんかロジックが綺麗だし、なんか良かったなと思って。なんか私あの、ドクターストレンジのこと全然知らなかったんで、はい、エンドゲームでも一番誰って思ってたんですよ。 一番誰なんか他のキャラはなんとなく見たことあったけど、この人だけ一番誰って思ってたんですけど、今回、ドクターストレンジのファンにもなりましたもんね。めっちゃすごいやん、<ー>みたいな。うん何でもできるやん。でね、何でもできすぎて、常に舞台裏で何かを直し続けてる役割みたいなのを任されがちなんですけど、ね <laughs> うん、困った時に頼るみたいなね。前回話した時に、ドラえもんのもしもボックスの話、 はい、出たじゃないですか。はい、ちょっとあれに近いものを感じますね。はい、もう。そうですね。それ使っちゃうと、こうなっちゃうっていうような展開が。うんうん、結局、全部を触れるけど、その触った先に何が起こるかあんまり分かってないんですよ、あのだから、確かに、もしもボックス的な存在ではありますね。彼が何かやることで、何かの問題が別の問題に転換されて話が進んでいくみたいなとこありますし、あと、ちょうど今ドラえもんの話出て、ちょうどよかったんですけど、 めっちゃドラえもんっぽくなかったですか話が。<laughs> そうそうですね。<ー> <laughs> もうピーター・パーカがー伸びたくんで、助けて <laughs> ドクター・ストレンジっていう話ですからね。本当ドラえもんじゃですよね。本当ね。ね。それでもあるし、その子供だけで問題解決していくじゃないですか。うん、で、いやなんで子供だけで世界の危機に立ち向かわないといけないのかっていうのがあるわけですよ。他のアベンジャーズに耐えることもできる。うん わけですよね。で、話の構造としては、要は、ピーター・パーカーの問題は、ピーター・パーカーが解決しなければならないっていうのが、もちろん、話の構造としてあるし、その、スパイダーマンっていうパッケージとしては、スパイダーマンは子供が戦う話だから、子供だけで戦いますよって、それはやっぱ、ドラえもんが子供の話だから、子供だけで冒険しますよってことと、イコール、かなとは思って、 なんか、子供だけであの、ヴィランたち探していくところとか、その、そこの必然性ってもうドラえもん的だなってちょっと思ったりはしたんですよね。あ<ー>あ。と、意外とどこ振るよってなるともう割と本番の話にな,なってきそうな気がするな。<laughs> じゃあもうあの、スパイダーマンが増えるところの話、<laughs> ちょっとしちゃうかなと思うんですけど、<laughs> あの、ネットがね、ワープホールみたいなの開きちゃって、スパイダーマンがピョンっていたわけじゃないですか。うん あれなんか目でかくてひょろっとしてるぞみたいなので上がるわけですよねやっぱり。そうですね。これはトム・ホランド・スパイダーマンじゃないぞっていうのがやっぱおってなるなって思って。で僕今回自分が映画上映イベントに行かないといけなかったから最速の上映行けなかったんですけど、これほんと最速上映で行きたかったなって後で見て思って、最速上映ってファンしかいないわけじゃないですか。うん、めちゃくちゃ大騒ぎでしょ。劇場。あそこ。うん <laughs> いや、ほんまに、私も、えって言ってしまったんですけど、みんな言ってたから、<laughs> よかったと思っ <laughs> そう。そう、なんか、ほんと僕、近くのイオンシネマとかのレートショーで行きましたけど、そこでも、おおって声が普通に漏れるぐらいだったので、うん、ほんとすごいサプライズだったなという感じですよね。うん、だから、IMAX とか、ドルビーシネマとか、ほんとにより濃いファンだけが集まる劇場があるわけじゃないですか。そこ行けてたら、さぞかし、すごかっただろうなと思って。うん うん、いやでも本当に、マスク脱ぐと思わなかったんですよ。ああ<ー>。はいはいはい。マスク取って、出てくると思わなかったんで。過去のスパイダーマンが出てきたとしても、うん、中を演じてる人までが出てくると思わなかったので、ほんまにびっくりしましたね。うん、超感動しました。それありなんかっていうのがやっぱり。<laughs> うん、ねでやっぱね、アンドリュー・ガーフィールドが出るということは、みたいな期待をしたら、<laughs> 飛びまがいを出るっていうね。おー。二<おー> <laughs> <laughs> 度目の王ですよ。うんうん、よく出てくれたっていうのそう、しかもアンドリュー・ガーフィールド全然変わってなかったことないですか、うん、そうそうそう。変わってなす,すぎて、本当に過去の映像かなって思いましたもん。うん、最初。いや、僕改めてアンドリュー・ガーフィールド好きやわと思わされましたね。いや、わかります。僕はあの、アメイジング・スパイダーマン見てないんですよ。はいはいはい。 でも、どう考えてもめちゃくちゃいいやんと思って。アンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンめちゃくちゃいいでしょ、これはってなりますからね。<laughs> ま、ちょ、緊張一応アンドリュー・ガーフィールド出演作も見てたしさ。そうですね。すげえなんか親近感もあって、うん。うん。うん、なんかね、本当スパイダーマンって改めて、スパイダーマン役の人が良すぎるんですね。全シリーズ。うんうんうん。だから、正直各シリーズに思うこと結構あるんですけど、アメイジング・スパイダーマンとか。 うん、なんか今回見終わった後に過去作に対する評価も結構変わって、うんうん、もう出来の良し悪しとかどうでもいいわと思って、うん、もうスパイダーマンシリーズをここまで繋いでくれて本当にありがとうって今繋がってはなかったんですけど <laughs>、<laughs> <laughs> なんか本当にありがとうっていう気持ちになりましたね。うん、もうなんかこんなに手厚いフォローしてくれるんですかみたいな感じでしたもんね、本当にね。うん また、三人でわちゃわちゃしてる感じがいいんですよね。うん、ね。<laughs> いい。<う>アベンジャーズ知らないので多悪いけど。<laughs> いや、あと、<う>手首から糸出るのっていうのがめっちゃ面白くて。体から出んのみたいな話はそうなんだよね。な <laughs> <う>くなったなってね。<laughs> そう、侍見番だけは体内生成だったなっていうのを、ね。<laughs> そっかー。 トビー・ピーターは体から糸が出るのをちょっと気にしてて、で、アンドリュー・ピーターは、その、印象に残ったヴィランが微妙にしょぼいの気にしてるみたいな。<laughs> あのね、ジャニとも戦ってないし、ね、みたいなそ。そうそう。<laughs> あと地味に、ピーターって呼んだら3人振り返るとかっていう、あの、ベタなギつとかもすごい好きでしたけどね <laughs> そうそうそう。うん。やっぱその3人揃って、スーツ着てる時に、スパイダーマンの。うんうん、あの、3人でポーズ決める瞬間あるじゃないですか。はいあれがもうはい、はい、 久しぶりに、こう、なんていうんですかね。本当にヒーローってすごいいいなって思ったんですよ。ヒーローっていうものに対する、こう、うん、ワクワクっていうのをめっちゃ久しぶりに感じましたね。うん、うん、ああ、なんか、ウルトラマンとかカメライダー集合映画なんかもうたまらん感じの。うん、うん、そうですね。で、また、その、トビー・ピーターとアンドリュー・ピーターは、おののの物語が背負ってしまった過去を生産していくわけじゃないですか。 うんね、トビー・ピーターはグリーン・ゴブリンを死なせてしまった過去っていうものをこの世界の中でやり直すし、アンドリュー・ピーターはスパイダーマンの恋人となる存在を死なせてしまったっていう過去をここでやり直すわけですよね。うん、その話ほんま泣いてしまうんでやめてください。<笑><笑>本当ね、僕もちょっと、本当特にアンドリュー・ガーフィールドのあの、m ク救うところ、本当にもうちょっとうるっときましたね、本当に。うん、やばい、本当にもう。 もうほんとなんか、一番なんか、その、なんていうんですかね、作品のこう、不遇さ的に言ってもやっぱアメイジングスパイダーマンシリーズ結構不遇じゃないですか。うん。二作目で終わらせられちゃって、とかっていうのも含めると本当になんか、でしかも二作目ってすごく、ものすごいなんか、ハードなことを背負わせるわけですよ、ピーターに。やっぱり。なんか親友は闇落ちするし、みたいなのも入るし、恋人、グエンは死んじゃうし、みたいな。なんかそんなの含めて見てたので、 あそこで MJ を救うっていう機会を与えられるっていうのは、本当なんかもう、ファンとしてはすごくうるっときますよ、本当に。うん、うん。なんかあの時にも、その時一番思ったんですけど、やっぱり自分がああやって落ちた時に、もう一瞬の迷いもなく飛び込んでくれるバイダーマンのが格好かっこよすぎて、<laughs> まず。<laughs> そう。そっからのあの展開は、も <laughs> うなんかため息しか出なくなった。<laughs> いや、あのシーンはすごかったですね、うん。なんか予告でちょっと、あの落ちるシーンちょっとだけ出てたじゃないですか。はい。はい、で、まあ、もしかしたら、まあ、ちょっとその時は他のスパイダーマン出てくると思ってなかったんですけど、アメスパのなんかこうオマージュ的なことをするんかなとか、うん、最悪な想定とかもいろいろしてたんですけど、うん、そうやって過去を、うん、回収というか救ってくれるんだっていう、本当にもう、うん、みんなを、全員を救ってくれる映画だったじゃないですか。うん、うん なんかそういう意味で僕すごくグループセラピーみたいな映画だなって思ってたんですけど、うん、本当に、うん。そうですね。いや、やっぱね、敵を救うっていうのが僕、この映画一番のサプライズだったなと思って、まあスパイダーマン出るのってもう、ある程度想定できちゃってたんですよ。残ってるのそれしかないですよねってなったけど、一番サプライズだったのって、舞い込んでしまった他の世界のヴィランを直して救うっていうことうん。うん で、あの、やっぱ過去の映画のスパイダーマン、あの全部見てるわけじゃないけど、情報としてはある程度してますけど、やっぱり悪い方に転んでしまった人たちじゃないですか。うん。うん。それを救っていくって、悪っていうものを物語として消費してることへの生産だと思ったりはしますし、あとやっぱりスパイダーマンのヴィランって、スパイダーマンの影なんわけですよね。その、うん 力を得たけれども、様々な要因で、その力が持つ闇の側面というか、責任に耐えられなくって闇になった存在なわけですよね。で、やっぱ、ピーター・パーカーはそうじゃないわけですよ。で、彼はこの映画のラストでめちゃめちゃ苦労するわけですけど、 他の人だったら悪に落ちてしまいかねないところで、それでも善をなすっていう、だから彼はヒーローなんだよっていうところ。で、その一方でスパイダーマンになり得たかもしれないヴィランたちを救っていくっていうのが、むちゃくちゃいいなと思って、あの、それってだから平行世界のスパイダーマンを救うのと同じことだと思うんですよね。なり得たかもしれない自分、悪になったかもしれない自分を救っていくことだなと思いますし、うん。 なんかすごいなと思って、その結論って。うん。あと、グリーン・ゴブリンなんですけど、うん、あの、ジョン・アッツ文脈で言うと、彼ってあの、クラウンのピエロみたいなもんですよね。あ<ー>あ。ああ、なるほど、はい、はい。だからあの、こ,こからジョン・アッツ映画のネタバレちょっとだけ入りますけど、 クラウンって映画って子供を殺したいって欲望を持った呪いのピエロの衣装みたいなのを着てモンスターになってしまう普通の大人の話だったわけですけどそれってグリーンゴブリンも近いわけですよねグリーンゴブリンも決して悪い人ではなかったけれども社会的なストレスとかが原因で悪に落ちてしまったとそれってやっぱグリーンゴブリン自体の快楽派的なキャラクター性も含めてピエロっぽく見えるなと思って あ、これ、クラウンじゃんって。で、クラウンを助ける話だなと思って。うん、しかも、も、ま、う、あ、むちゃくちゃ悪いですからね、グリーン・ゴブ・リン。この映画の中で一番の悪をなしますからね、あいつ。<laughs> うん、<laughs> それでも助けるっていう。う,ね、うん。なんか、あ、まさか、ここでジョン・マッツ自身が自分の過去作品にも触れていくか、みたいなのはちょっと思ったりして。うんうん あと、結構僕本当に、ジョーマッツ監督は、現在進行形で特に好きな監督の一人なんですけど、あの人の描く悪って、なんか絶対悪とかじゃなくって、割と卑近な悪党ばっかりなんですよね。コップカーの悪徳警官とかも、しょうもない人間なんですよ。<laughs> そうですね。しょうもない人間というか、うん。いや、彼もまあ、ヴィランみたいなもんですよね。警官っていう、本来正義側であるべき存在が、 まあなんか悪党になっちゃってるとっていうところはなんか思うし、それはあのファーフロムホームのミステリオとかも小賢しい悪党だったわけですよね。大好きですけどね、うん、あの小賢しい感じというか <laughs>。で、ホームカミングのバルチャーは社会的なストレスに負けて悪事を働かざるを得なくなった人なわけですけど、でもやっぱスパイダーマンはそれをしないわけじゃないですか <laughs>。うん どんなに貧しくても悪事はなさないわけですよね、基本的には。で、そこに対して、いやもう、子供であるお前が大人の事情なんてわかるものかって言ってくるやつが的なわけですよ。ジョン・マッツの映画って、コップカーもそうだし、ホームカミングもファーフロムホームも。で、それに対して、いやでも僕はあなたたち救いますよってどんなにひどいことされてもって、なんか、すごいなって、本当に。うん。あと、ジョン・マッツ作品のモチーフで言うと、コップカーで言うと、あの、 子供が自業自得的な事情の中で悪に染まった大人に触れることで嫌が王にも大人にならざるを得ない。子供のイノセンスの喪失と成長っていうものを描いてたと思うんですよ。<laughs> もう子供ではいられない。それも誰かとかじゃなくて根本的には自分の資料の浅さっていうものがあってそれに対して自分が責任を取らざるを得ないってなるってやっぱ僕コップカーにも重なるなと思ったんですよね。でもう本作のあのラストは 刺さりすぎる。本当に。うん。あのラストすごいですよね。ね見るんで。コップカー。コップカ見るんで。ごめんなさい、喋りすぎましたね。<laughs> いや、大丈夫まあ、大丈夫やろ。全然大丈夫です。うん。そう。まあ、ちょっとその、敵側も救ってくみたいな話で言うと、で、僕さっきちょっとグループセラピー的な映画だなって言いましたけど、はい やっぱりこれまでのスパイダーマンとかそのスパイダーマンのヴィランたちってやっぱみんな孤独だったんだなっていうのをやっぱ改めて感じるんですよね。うん、やっぱもうどうすることもなくてやっぱ悪に落ちてしまい、スパイダーマンという特殊な能力を勝ち得てヒーローとしてやっていくっていうと、どんどんやっぱ大切な人も失っていくし、その敵側のなんかその業までも背負っていかなきゃいけないみたいな孤独だっていうふうに。うん なっていくっていうのは、これまでのヴィランとかスパイダーマンたちの姿を見て改めて感じることで、で、それをやっぱ解決していくのっていう、まあそういう辛い部分を見つめるのにはどうしたらいいかっていうのは、やっぱり一人じゃなくてみんなで見つめようよっていう話に持っていったっていうのが、本当僕はすごい良いことだなって思ったんですよね。やっぱりあの、さっき原口さんもちょっと触れてた、アベンジャーズ知らないのっていうところでもすごくそのギャグとして出てましたけど、やっぱりみんな一人だったから、 ほんと、誰かに頼るってことも全然できなかったんだなっていうのが、やっぱ、改めてそこで見るものとして実感をするわけで、それをやっぱりこう、ま、三人、スパイダーマンとか、ま、あとネットと MJ も含めて、みんなで一致団結して、ま、そういったその、ストレスというかそういう、こう、罪とか、後悔とかっていうのを、ま、解きほぐしていこうっていう、生産していこうっていう風な流れになるっていうのが、なんかその過程がすごくやっぱ、感動的だし、やっぱ今訴えるべきメッセージなんじゃないかなって思うんですよね、やっぱり、抱え込まないっていうこと。 本当に。いろいろストレスとかもあるけど、抱え込まずにやっぱりみんなで乗り越えていこうよっていうのはすごく今に発するべきメッセージとしてすごくいいなと思いましたね。うん。そうですね。うん。本当にそこは一歩踏み込んでいいなと思って。うん。スパイダーマンの話って、身内も敵もどんどん死んでいくわけですよね。<laughs> あの、原作コミックとかでも。<う>で、どんどんその語がピーター・パーカーに溜まっていくわけですけど、 一旦まあその意図はほどくわけですよね、本作で。そうですね。その上でまああのラストなんですけど。<laughs> うん、いや、あのラストは悲しすぎる。ね、悲しいけどっていうのがまた味噌なんですよね、あれってね。でも悲しすぎる。<laughs> 悲しいっす、悲しいっす、悲しいす。悲しいです、あれは。<laughs> 私なんか本当に頭ハッピー野郎なんで、普通に思い出してくれるって思ってたんですよ。うん、い思い出してくれるでしょ、それはとか思ってて。うん うんこんな孤独なことあるって思って、私は絶対に忘れないって思いました。うん、<laughs> まあ、あの、我々、マルチバースの外側にいるから、大丈夫ですけどね。<laughs> そう思うんですけど、そう,そうそうそう、大丈夫ですけど。うん。だから、まず、うん、あの3人はみんな、MIT には行くよね。<laughs> いや、ちょっと3人、うん、あの、ピーターは行かないですよ。あ,<う>あ、行かないのかピーターは、あの、すべてがなくなったので、 だから、あの、高卒の検定からやってたじゃないですか。すねえー、結局そ,もそうか、そういうことになるんか。うん、そうそう。はい。まあでも、だからまあ、それを認定試験受けて、はい、大学は、まあ、MIT に行くっていう未来も全然ありますけど。で、うんうん、も高校ぐらいは普通に卒業させといてあげてよって思いましたけどね。うんうん、<laughs> 厳しすぎひん現実と思って。うん、この人スパイダーマンなんですよって思いましたもん。ね <laughs> けど、スパイダーマンになるってそういうことでもあるんですよねっていうのがまた辛いところであって。うん、そう。やっぱ本当に。まあ、やっぱスパイダーマンって本質的には孤独なんだなっていうのはちょっとそこでもやっぱちょっと出るとこですけど。うん。そうですね。あの、ずっとトム・ホランド・ピーターって恵まれてる状況だったわけですよね。うん、いきなりアイアンマンとかからスーツもらって、で仲間もいるし、もうノリノリだったわけですけど、 今回ついにその身内の喪失であるとか、あとその復讐心に取りつかれるであるとか、あともういかに孤独でも善行を成し続けるっていう、そのスパイダーマンのオリジンをついにやるわけですよね。いきなりね。ねまとめて、ね。急に来た。<laughs> まとめて背負わされてかわいそう。<laughs> で、自分でスーツ作るのがここで来るかと思って。うーんうん そうですね。なんか、だから、僕ちょっと思い出したスカイフォールっぽいなとも最後思ったんですよね。いろんなもの最後失ってそれでも残るものがスパイダーマンっていうものっていうのが最後に分かるっていうのはなんか007のジェームズ・ボンドのスカイフォールみたいにもちょっと見えるなと思いましたね。はい。そこ。あと、イノセンスを喪失した子供が赤と青をまとぶってコップカーやなと思って。<laughs> <laughs> あ、なるほどね、はい。<laughs> 青と赤のモチーフはもう、<laughs> コップ感なんですよ <laughs>。<laughs> <laughs> そこまで考えてたのか、ジョン・ワッツ。偉いな、とか言って <laughs>。結構、ジョン・ワッツ、なんていうか、堺しいですよね <laughs>。堺しい。いや、そんな、ジョン・ワッツの次回、次回か分かんないですけど、ファイナルデスティニーションを。制作に関わるんでしたっけあ、そうなんや。 うん。監督でしたっけ制作でしたっけでもまあね、関わるらしいですよね。あと、ファンタスティック4ですよね監督。あ、次あ、はい。ファンタスティック4の監督と、多分、ファイナルデスティネーションの、うんうん。続編の制作か、プロデューサーか、何がしか。うん。もう、テンションめっちゃ上がりましたもん、今日それ見て、ツイッターで。うん、そうですね。でもう私、その、なんていうんです今回の、私勝手にアベンジャーズ版って呼んでるんですけど、このスパイダーマンのこと。 うん、ホームカミングすから。かくていいと思います、ね。<laughs> いや、本当ホームカミング見たときは、正直、やベンジャーズのスピンオフやん、みたいな。うん。うんうんうん、そもそもアイアンマンが悪いのでは、みたいな、ぐらいまで思ってて。でも、結構、うん、そう。で、次の、ファーフロムホーム。はい,はい、はい。で、ファーフロムホーム、めっちゃ面白かったんで、脚本、結構いいんだろうなと思って、今回も同じ脚本のコンビだったかなと思うんですけど、 私でた、うん。うん。そう。それで、なんか、アントマンの脚本も同じ方入ってるんで、<あ>アントマンも、そうなんですね。きっと面白いんやろうなって勝手に思って、ちょっとアントマン見たくなってきました。僕、アントマンのワンがめちゃくちゃ好きなんですよ。うん。面白いですね。ワ、ま、ン、あ。2も、うん、好きですよ、僕は。うん、アントマンとワンも別に好きですよ。はい。<laughs> え、アントマン。アントマンのワン、めっちゃいい脚本ですね。エドガー・ライトとか入ってます。エドガー・ライトは最初、 エドガー・ライトが監督予定やったんですよね。うん。そうそうそう。まあ結局交板しちゃうんですけどね。<ー>だから多分ちょっとその名残が残ってるっていう、まあクレジットとしては残るっていうことですけど。うん、まあ。アントマン取らずにワールドエンド取ったわけですよね。とかまあね、ベイビードライバーとかに進んでいくわけですけど。うん。あのー、スパイダーマンを象徴するセリフで、大いなる力には大いなる責任が伴うってあるじゃないですか。はい。はい。 あれ、今回見てて思ったんですけど、なんか、あれって逆も言えるなと思って、大いなる責任を背負えるということは、大いなる力を持ってるに等しいことでもあるなと思ったんですね。うん、で、あの、スパイダーマンが正体がバレてないこと、かつ孤独であることって、そこにもかかってるのかなってちょっと思ったりして、 デイリービュークルの編集長とかって、スパイダーマンを匿名でビジランテ気取ってる悪いやつだみたいな感じで叩いてるじゃないですか。はい、で僕、匿名性に乗じてビジランテをやってるというよりも、何者でもなくても善をなそうとするっていうことだなと思うんですよね。 だから今回、ピーター・パーカーは何者でもなくなるわけですよ。これまで持ってた名声とか、アベンジャーズとしての過去とか人間関係とかも全部なくして、顔のない存在になるわけですよね。で、彼っていつ押し潰されてもおかしくないぐらいですけど、それでも人のためにいろいろやろうとするわけじゃないですか。で、それってすごいことだなと思って。で、ピーター・パーカーってずっと貧しいんですよね。うん。ね、あの、ワーキングプアなわけですよ、彼は。 本当は勉強の才能もあるけど、他の生活費稼ぐのとかヒーロー活動とかで時間取られて、勉学に励めなかったりとかするわけですよね。で、それって結構多くの人に当てはまることじゃないかなと思って、自分の才能を100%発揮できずに生きている人って絶対いっぱいいると思うんですよね。いろんな事情で。まあ、もちろんその、例えば身内がなくなって、自分が働かな、いといけなくなったであるとか、 えー、よくあることだとだ思うしう何かのきっかけでうまく進学したり就職したりはうまくいかなくってすごく時間に追いやられて暮らしてる人とかもいたりするんじゃないかなと思うんですけどじゃあそこで良き人であるっていう責任を放棄していいのかどうかって言われたらきっとそんなことはないと思ってそれでもよくあろうとする人は何者でもなくてもヒーローに等しいって思えるんじゃないかなと思ったんですよね見てて うん、なんか、うん、残酷すぎるけど、その、どんなに追い詰められても、ちゃんとするって、土俵際で追い詰められても、ちゃんとし続けるって、この世界をギリギリで支える何かなんじゃないかなと思って。うん、いや、もうあの、ノーウェイホームのあの世界も、大概ひどいわけですよ。<laughs> あの、うん、もう陰謀論渦巻いてますよね。ね <laughs> 本当に。そうですよ、もう。 やっぱもう世界って本当なんか見にくいな絶望するなって気持ちになることもありますけど、<laughs> やっぱこの世界生きてこって思える唯一のちょっとした希望っていうのがやっぱその最後なんだろうなっていうことなんと思いますけどね。うん、本当ね。だからあの、スパイダーマンがマスクを被っている理由はそれやなって思うんですよ。君もスパイダーマンだっていうのを思えるってすごい大事なことだなと思って。うん、まあもちろんその言葉遊びなんですよ。そういうよく生きてる人がヒーローだって。ね、あの、うんうん アマゾンプライムでやってたザ・ボーイズとかでも一番悪辣な人間が民衆に向かって、君たちこそがヒーローって言って、プロパガンダを振りまくわけですよ。それは、あの、浅ましい言葉遊びではあるんですけど、誰にも見つめられなくても自分の中でだけはそれを握りしめるっていうことって大事かなと思ったりして、やっぱそれってスパイダーマンだからこそ、あの、描けてることなんだろうなと思ったんですよね。うん。うんですね。 なんか、ジョン・ワッツ監督すごいくじ引きましたよね。あの、ホームカミングから。ちょっとすごいですよね。それ以前メジャー映画日本しか撮ってないですからね。クラウンとコップカーだけで、3本目がホームカミングで、そっから5作目のノーウェイ・ホーム、世界公衆何位の作品ですかっていう <laughs>。<laughs> すごい。やっぱね、やろうとしてるタスクが多い映画じゃないですか、これってもう本当なんか、過去作のキャラ全部出して、真、うん中つ、その、トム・ホランド版のスパイダーマンの物語にちゃんとして、うん、で、MCU 今後どうするかとかもいろいろ考えてとか、うんうん、とんでもない交通整理力というか、ようこんなことやり遂げたなっていう、ちょっと本当やっぱ奇跡的ですよねっていう。うん その、怒涛の交通整理っぷりですよね。なんか今までのマーベル映画でも一番交通整理しないといけないこと多いんじゃないかなって気が。<laughs> そうそう、そうなんですよ。うん、なんかね、たまにやっぱそういう神がかった一作ってやっぱたまに出るじゃないですか。やっぱ、ま、アベンジャーズとかにしろ。うん、まああと僕思い出したの X メンのフューチャーパストとかもよく過去と未来こううまくつなげたなっていう意味で同じような風に思ってたりするんですけど。やっぱそれに類するタイプの 奇跡的な一作っていうことだと思いますよね、うん。あと今回は既存作との交通整理っていう意味以上に、権利の交通整理がものすごかったんじゃないかなと思ったんですよね。<laughs> いやそ,うそうそうそう。ディズニーとソニー。うん。いやもう、だって、ディズニーとソニーとかもありますけど、うん、あと地味に、ほんと一番最初の方に出てきましたけど、弁護士出てきたじゃないですか。はい。彼は。ああ<ー>。うん あれって、デアデビルのことなんですけど、あれやってる役者さんってあれ、ネットフリックス版のドラマと、はいで、デアデビルやってる人なんですよね。チャーリー・コックスっていう人だったかな。はいはい、で、今、ネットフリックス版のそのマーベルのドラマシリーズって、なんかチーブラリーになってるんですよ。なかったことにされてんのかよくわかんないみたいな。うん、もう実質なかったことにされてるみたいな感じなんですけど、あそこでそれ出してきたかっていう、<laughs> お、繋がってるのかみたいなのを、なんかそこでも入れてきてたりとかもするので、 もういよいよマジかっていう思いましたね、あそこはね。うん、あれ、あと最後なんで、結局、フェギュア文明区で行くと、ドクター・ストレンジがいない世界で、スター・ウォーズがある世界なんかな。んんあ、俺変なこと言ったどう画ってんいや、スター・ウォーズはあの世界にはあるんでしょうね。うん、っていうか、あの、うん、あの世界には、この現実のポップカルチャーがほぼあります。おそらくその、まあ、 マーベル以外の全てがあると思います。あの世界には。多分あ、まあそっか。そうですね。だってエターナルズでスーパーマンみたいだっていう話してましたから、ね。DC もあるんですよ、ね。スーパーマンを。うん。DC っていう漫画はあるんですよ。そご、うん、DC コミックスあるんですよね。あの世界にはマーベル以外の全てがあるはずなんです。だ体はあるはず、ね。うん、だから、サーウォーズも一番初めのホームカミングで、サーウォーズのレゴで遊ぶシーンとかがあったりはしてたので。ああ、そっか。だから最後ちょこっと出た、ね、なんですよね。うん、ああ、うん、そっか。なんか、ちょいちょいなんかこう、ポップカルチャーっぽいセリフ。 というか出ましたよね、うん、スクービードゥとか、うん、あははいはいはいとかっていうやつね、この今の MCU のシリーズの,そのポップカルチャーな引用の仕方のさじ加減も結構注目ポイントかなとは思ってて、そこ拾いだしたらもはやメタ入っちゃうよねみたいなところのギリギリのとこで止めてる感じがあるなって思うんですよね。 例えばですけど、平成ガメラシリーズの世界って亀がいない世界なんですよね、確か。ああ、そういう。あれの世界に亀がいると、ガメラが、でっかい亀っていう茶菓子が登場人物に存在してしまうから、あの世界には亀がいないはずなんです、確か。うん、<ー>でもその茶菓子を入れますよね、MCU は。スーパーマンみたいとか。<laughs> うん、でもそこに逆に距離が近く感じるというか、 実際にマントつけて空飛んでる人がいたとしたら、あ、スーパーマンだよねって思うと思うんです、みんなが。<ん>それをあの世界、あの映画の中の人も思うっていうのに、なんかリアリティを感じるというか、そこの引用のバランスがうまいなぁとは思って、うん。と予告で、モービアスでしたっけはいはいはい。はい、モービウス。あ、モービウスですね。はいはい、モービウス。あれもあれですよね。はい、ソニーのスパイダーマンユニバースの一部みたいな感じですよね。 うん。ベノムがいる世界みたいだから。まあ、そう。だし、モービウスにはマイケル・キートンが出てきますからね。うん。ほう。だから繋がってるのかなみたいな。で、まあノーウェイホームのね、最後にもベノム出てきてなんか <laughs>、退場していきましたけど <laughs> <ー>。もうなんか。 ああ、別のエリダスなんや、思て。<laughs> けどなんかちょっとそこに、神美容とかちょっと残ってて、みたいな匂わせをして終わるっていう。<laughs> ほんとなんか、どっちでも転べるように、こう、布石、うん、<laughs> だけは売ってるなっていう感じですよね。<laughs> もうなんか、拾わんくてもいいかぐらいのつもりで入れてるんでしょうね、そのあたりのはそ,うそ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 う。広がったらいいし、広がらなかったらもう、いや、別に、あれはあのシーンで終わりですけど、<い> <laughs> みたいな。終わり、そうそうそう。しれっと中とかったね、ああするっていう。まあ、その最後に、 エモービウスって、あれですかドクターストレンジの話ってことですかいや、じゃないです。じゃないです。あれはソニーが作ってるスパイダーマンの流れの中のヒーロー映画ですね。って感じですよね。そんな予告ありましたああ、なんかなかったかもしれないです。映画館によってはないかもしれないですけど、一番最初のも映画本編始まる前の予告編ってことですよね。そう。なるほど。最後にはドクターストレンジの予告編がつきますけど。 最後、ドクターストレンジのエンドロール後ね。はい。はい。なんか出て、で、なんか、ドクターストレンジは戻ってくるみたいな感じで終わったじゃないですか。よくある。はい。はい。でもあれだけは、いや、戻ってきてほしいのドクターストレンジちゃうねんと思って。<laughs> 今回に関しては。確かに。いや、スパイダーマンだろうと。いや、そうなんです。そこだけ思いました、ね。<laughs> いやいやいや、えお前やって思って。確かにね。確かにね。うん、そこだけちょっと思ってしまいました、ね、いや、ドクターストレンジもすごい良かったんやけど、 今回はちゃうねん、戻ってきてほしいのは、と思って。うん、確かに確かに。でもそこてくるんやって、あのタイトルロゴは出せへんねん、思って。マウチバース、マットネスは出さんねん、思て。うん。そういえば出なかったですね。うん。そうあーあ、とあそうなんや、思って。なんか、あそこまでポストクレジットでがっつり予告映像みたいになってるのって今までなかったと思うんですよね。うん。うん。そうですね。うん、大抵匂わせはあるんですけど、うん。 匂わせ止まりで、もう本編映像の一部みたいなのって、あんまりなかったなぁ、とか思って。うん、うん。で、しかもね、今度のドクターストレンジ監督は侍ミですもんね。あ,<ー>あ、あ、そうなんですか侍ミですよ。えぇ、ー、<laughs> 前田さんのテンションが3倍ぐらいに上がった。上が、えー、<laughs> るでしょ今。ょっ待ってください。え、あれですかるでしょじゃあ。 スパイダーマンが最後帰っていったマンションがライミ版のマンションやったのもその布石ですかその布石やったかどうかはわかりませんけど。<laughs> サムライミに、まあまあ、帰っていくってことですかサムライミに帰っていくっていうね。うん、円環構造にはしてましたよね。いつものスパイダーマンに戻りましたよっていう形で。うん、だから次スパイダーマンが出てきたとしてもトム・ホーランドである保証あんまりないなと思うんですよ。一回輪が閉じたんで。そうですね。いや、うん、もうあれはあれで終わって、 で、もうできたら5年ぐらいは間開けてほしいですね、ちょっと。気持ち的に。<laughs> うんうん。そっか、うん、そうですね。侍味ですよ、もう。なんていうんですか、このマーベルの、私全然マーベルとか今まで原口さんとして見てなかったんですけど、このなんたらバースに取り込まれていくわけですか。<laughs> <laughs> そうですよ。もうなんかね、それに関してはちょっといろいろ思うとこありますけど、僕もね、うん、好きですけど。 その、マウチバース設定の名のもとにどんどん拡大して、いろんなものを飲み込んでいこうとしてるじゃないですか。うん、そこに対しては、思うとこありますよ。本当に。ね。なんか、楽しんでるけど、ちょっとなんか一歩引いてるぞっていう自分もいます、やっぱ。<laughs> めんどくさいファンだなっていう感じはしますけど。うんまあ、何よりもドラマに付き合うのは無理です。僕は。ああ、そう。それはそう。うん 無理。かに。もう。決めて映画にしてほしい、ね。だから次はワンダじゃないですか。う,うん。そう。なんか、これ見てないとわかんないみたいなのがどんどん増えていき、うん、で、なんか、どんどん過剰なサプライズを観客も求めるようになり、っていう、うん、なんか、どんどんやっぱ過剰になっていくるのに関しては、ちょっといろいろ思うことがやっぱあるというか、なんか、そこだけじゃないぞ、映画っていうのはやっぱ強く言っていきたいし。うん。 まあ、作り手もそれは考えてると思いますけどね。うん、映画的な部分でも面白くもちゃんとしていこうよっていうのは、うん、まあ今回のノーウェイホームとかでもちゃんとしてたし。うん、今回も一本の映画としては、決してすごく出来がいいとはあんま思わないんですよ。あの、一本の映画で成立してないから<笑><笑>。背景に7本ぐらいあるから。背景7本分の <laughs> <う>集結みたいな、ね、いやつあれは7本頑張った人へのプレゼントやから。<laughs> はい そうそうそう。そう、だから、<laughs> マーベルって劇場版レンドラやからさ、言うたら。そうですね。まあそうですね。もうレンドラ化ですよね。ほんとね。いやでも本当に、一シリーズずつ語りたい。うん。うんうん。本当に、次の映画バーでは。うん、ああ<ー>。そうですね。<ひ>なんかやっぱ、ちゃんとね、本当まあ元から見てたけど、ちゃんと予習していけばよかったなと、思いましたしね。うん。いや、本当に、やっぱ連続してみるとあ、見ててよかったなと思ったんですけど、一番、やっぱり、第二版の、はい。 ヴィランが一番いいじゃないですか。まあいいじゃないですかとかいいと思ってて、ライミ版って何がいいって、うん、いやヴィランが魅力的なんですよね。うんうん、だからもうグリーンゴブリンも、なんやねんあのマスクみたいなビジュアルだったり、そのドクターオクトパスとか、うん、もう本当に敵役として、あれ以上の完成されたビジュアルあるのっていうような敵が出てくるわけじゃないですか。それを今回も。 今回だからめっちゃ嬉しかったです。グリーンゴブリンがメインというか、うん、メインじゃないですけど、うん、そこまで出てきてくれて、で、ドクターオクトパスが最後、味方側につくっていうのめっちゃ熱かったですし。うん、そうですね。そうなんですよ。だからちょっと、アメスパは、ちょっと敵がしょぼになってずっと思ってたんで、うん、なんかこうビジュアルも含めて、なんか、動機も、あのエレクトロの動機も私はちょっと納得いってなかったんですけど、うん、アメージングスパイダーを見てるときは、 まあまあでもそういうの含めて、もう一シリーズずつ語りたいし、その上で、いいとこを取ってきたなっていう。うん。うん。うん、いいとこを省いて、いいところを取ってるっていうのがもう100点やなと思って。うん。その各設定の辻褄をちゃんと合わせてっていうのが、本当に、いや、スパイダーマン。うん、でも最後のこと考えたらまた泣きそうになってくる <laughs> <laughs> うん。つないけどね。うん。いやでも、帰っていった二人のピーターは、ピーター1のこと覚えてますからね。 こと言う、うん、ほんまやうん、そこが救いじゃないですか、その、この世界ではないどこかに自分の救いがあるかもしれないって思うっていうことが物語の役割なわけですよ。うん、だから、あの、この世界では自分は孤独だけれども、自分と一緒に戦ったスパイダーマンっていう世界がどこかにある、うん、スパイダーマンっていう物語が自分を支えていると思うということが救いなわけだとは思うんですよね。 いや、山口さんって、ほんまいつも制作者かよっていうぐらい言うこと言いますよね。<laughs> <laughs> 本当関係者やんっていうぐらい。いね、確かに、そんな。<laughs> だからだ、まあ、あの、スパイダーマンどこかにいるんですよ。それを忘れないっていうのが、まあ、我々の救いでもあるっていうことですよね、きっと。うん、そうですね、私も。私のユニバースにスパイダーマンがいないだけで MJ かもしれないですしね。はい、そうです。<laughs> そうそうです。<laughs> 優しい。いや、でも、そういうことだと思いますよ、本当に。うん。 はい。じゃあまあ、そんなとこですかね。はい。では、スパイダーマンノーウェイホームの話は、こんなところにしとこうかなと思います。はい。来週決めてなかったですね。どうしましょう。はい。新作、結構ね、話題作出始めてますからね。何ですか、うん、何ですかえ、ハウスオブグッチとか。ああ、そうや。クライマッチョもありましたね。クライマッチョとか、あと。大きいのはそのあたりかな。そうですね。うん。 なんか、二週に一回ぐらい、新作じゃないテーマでもいいのかなともちょっと思ったりはするんですよね。うん<ー>。ユンヒエとかちょっと気になってるんですけど、すごく評判良くないですかえ、ね、あめっちゃ気になってますね、もう。いい感じのお客さんが入ってる。絶対好きだから見てねって言われましたよ、うん、友達から。<laughs> いや、絶対好きでしょ、我々。うん。絶対好きだろうなっていう。ユンヒエ。ヒエうん。もう絶対好きやなっていう。ユンヒエはどんな映画なんですか ユンヒ、ユンヒえってことね。は <laughs> いはい。<laughs> っていう何かがあるんかと思いました。はいはい、〇〇さん絵の絵ですね。<laughs> ええ、はい。ええ、面白そうです。見に行けるかどうか問題を確認しなかった。まぁ、あ、ちょっとそれはありますけど、ねね。結構、劇場が限られてるから。うん。うん、ええー、と、リーブルーメダとか、シネマーと震災。あ、結構限られてるな、これ。<laughs> なかなかの限られっぷりやな。 そうですね。ちょっと厳しいこれ厳しいな。これ厳しいわ。ちょっと僕無理っぽいです。かそれだったらそうか。じゃあ、ごッちにしますか最初に上げた2本とかの方がいいのかもしれないですけどね。それか、秒速5センチメートル。いや、<laughs> <ー>いや、やいいで嘘でしょ。嘘でしょ。<laughs> ここで来るんですか <laughs> いいですけど別に。こっち近い方がいいんですかね。いや、まあ、<え>どっちでもいいですけど。 私結構、マラソンするのハマってて。あ、マジですかお、深海誠マラソンを。長期的にやったら。マラソンやったら。い期的に。こと長期的に。定期的にね。月1ぐらい。月1で1本。多いっすね。どんだけ深海作品は。<laughs> そう次、バットマンマラソンもすなあかんしなと思って。あ<ー>お<ー>まあ、関係はないかもしれないですけど。まあ え、でも、見とこまだ3、バットマン見てないんですかバットマンリターンズとかめちゃめちゃ好きそうやと思ってた。いや、私、あのね、ティムバートンで止まってるんですよ。あ、じゃあ、バットマンリターンズは見てますね。そうそう。なんか、だからあの、3部作を見てなくて。はい。ノーランの。ノーランの。長いんで。ああ。ちょっと長さが私を足止めしてて。どうしましょうかね。次回は新作から行っておきますじゃいや、秒速5センチメートルがいい。あなんでなんで <laughs> まあいいですけど。<laughs> まあまあ、どっちも見といてもいいですけどね。どっちみち、うん。まあ、あのー、ハウスオブグッチは、見ます。暗いマッチはどうかな、うん、タイミング次第で,で。うん、ハウスオブグッチの方がいいです。うん。僕も。喋れるかな喋 <laughs> れるかな、ね、ハウスオブグッチか暗いマッチョで言うなとら僕もハウスオブグッチがいいなと思いますね。うん じゃあ、ハス・オブ・グッチ行きますか。すね。うん。うん、なんだかんだ言ってる。あの、リドリー・スコット、どうかな言いながら、最後、ゲットサーバーたわけやからさ。うん。秒速5センチメートルは、じゃあ、どっかでやりましょう。うん、はい。前田さんがどう、あの映画を語るかが聞きたい。本当に。うん、いや、私、結構、<laughs> 心が綺麗な人間なんでね。<laughs> ああ、おおほいや、メンタルがね、メンタルが弱いんですよ、マジで。 だから見れないんですよ。こういう。暗いすぎてしまう可能性もあるんで。もともと、そのダメージ全開の映画前提で見るみたいなとこありますもんね、前田さん。うん。そうなんですね。しかも、短いし、最高。あ、そですまあまあ、そうなんです周辺、1時間で終わりますから。まあ、散歩構成やからね。はい。じゃあ、琴ノの庭とセットで行けたら、僕的には嬉しいですけどね。おお。短い。琴ノの庭も。短いですね。70分ぐらいなんですよ。へぇいや、嘘。え 70分もあるかなあれ。1>, <や>1時間もないですよね。え ?40 分ぐらい、分あ<ー>、<分>ごめんなさい、僕は間違えないですよね。うん、そう。ことの葉の庭も1時間もないので。そうそうそう。あの、ことの葉の庭は僕にとってのポイズンなんで。<laughs> <laughs> はいえ待ってください、皆さん全部見てるんですか <laughs> あ、僕でもあ、見てないですよ、そんなに。秒速とことの葉の庭と天気の子と君の名はの4つだけです、僕は。 初期の辞書以外は見てるかなえ最初のやつ以外は。は星の声とかですか <laughs> なんか、一時東方シェマズで深海特集やってたことがあって。うんうん、まあね、星の声とかね、ありますけど。うん、まあ。私は去年、深海誠と細田守の違いを完璧に理解したんでね。完璧に理解した。<laughs> ね、<laughs> 完璧に理解したってよ <laughs>。そう。はい。最初、サイゼリアで。 その二人って一緒じゃないんですかって言って、マリオンさんにキレられた時とはもう違うんでね。違いますよね。<laughs> あの頃の私とは。もうあの頃とは違いますよね。そうそう。まさにあの頃。とりあえず、じゃあ来週はハウスオブグッチでいきましょうか。はい,はい。はい、で、あの、その2本は合間で見ときます。じゃあ、あの。そうですね。はい、でなんか。わかりました。はい。このタイミングかなっていう時に。見るとか。うんうん、はい。うん。そうですね。そういう時に。はい。やりましょうか。はい、はい。じゃあそんな感じで来週のテーマは、 ハースオブグッチです。<music> はい。えっ、ー、と、ではお知らせになります。1月も映画の話したスキルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週間曲がり、日時は1月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時予定となっております。 ちょっとこのあたりもしかしたら変動するかもしれないので変更した際はまたポッドキャストであるとかブログでお知らせいたしますはいえっとですねまああのもうスパイダーマンの話をしに来てくださいよっていうことですよしに来てください <laughs> そうです、はい、です、はい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想取り上げた作品の感想などお送りいただけると幸いです メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい。それでは、映画の話したすぎるラジオ、ダヒ46回、スパイダーマン、ノーエフォームの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。